もう最終仕上げですね。異物は入れます。こういう感じです。ちょっとあれとしては満足してますけどね。和洋折衷という感じの赤玉の小粒を引いて苔を張ります。初期膨らったものは目立つ、表現的に枯れた倒木、それちょっと取っといたんで、苔のちょっと端、小野さんが来て張ってくれるっていうことで、もう最終仕上げですね。はい。ですね、先にあの苔をですね、大野さんに買ってもらいました。これから最終的に足んない部分をちょっと竜の髭とかちょっと地衣類関係を植えて、まあ色合い的にちょっとラインを入れたり、苔よりちょっと色がもうすぐに強調されるポイントごとに、それをちょっと使っていきたいなと思ってます。その後最後に化粧砂利を一部全部引いていきます。それで大体完成という感じになります。はい。そう、ちょっとゴルダの石の縁に色合いを区切りとして、苔とちょっと色のバランスっていう形で、ゴルダをこう置いたところに区切りとして、一応竜の髭のラインを入れました。もうこれ置いただけ、こっちは埋め込み石になってますけど、その一箇所二箇所、もうこれはもう化粧砂利と同じような考え方置いただけです。次はこの飛び石の部分の空いてる空間をと砂利でアプローチを強調します。革砂利ですね、まあ、ごく普通にあるどこでも手に入るやつです。洗い出しとここにこちらに入れたつなぎと同じ感じですから、この砂利を使います。つながり形で、はい。最後の、まあ、一応仕上げとして、流れに一応砂利を全部巻きます。
そう、ちょっと五色、この白い石とかなんか混ざってるような感じで、ちょっと派手かわかんないんですけど、一応このラインがザーッと出るような感じで入れていきます。柱のパーゴラの柱を巻いた石をちょっと粗いような感じで滝のこっちは入れました。砂利はこいで一応大きさを1箇所、2箇所、3箇所ぐらい。これ水と草っつってちょっと細い。で、ある程度浸ってないと、もうポットのまま。もう鉢のこの状態だから、ここに。まあ根はね、水の中ちっとサッとまでいかないと思います。うん、植栽と景がね、まあ最初にやっぱりお客さんの要望で和の雰囲気だけど彫刻を入れたいということで石仏は入れますと。コレクターの方なんで、そうそう、これを入れていきます。まあこれは結構灯籠みたいなもん、感覚で庭の空間に景としてはあんまり影響ないんで、じゃあここじゃ入れちゃいますか。ここもついてる、うん、違うんじゃないの、アジア系の。おいら、すげえな。何キロぐらい？40キロぐらい。これもアジアだろうね。いやもう東南アジアとかヨーロッパとか前でも置いてます。日本だって地蔵的なものが置きますもんね。平気ですよこれ。小出完成です。で一応ですね、これがモーターのスイッチ、ここが松になって、これで溜めて、あちらの一番右側が滝口からダーって流れて、ボードは一つで OK なんです。はい。あ、ほいや、こうじゃん。スイッチ入れて。こんな感じです。裏はもう溜めて、マウスで溜めて、
ルオーバーフローで。まあ、このぐらいの音でいいかな。まあ、水を流さないときは枯れ水にするような、こういう完成です。以上、こちらの方、現場、完了しました。まあ、以上、こういう風になってます。そうだね、まあ、今までのね、デッキがドーンとあっただけの庭ですから、面積的にも広く感じて。そうだったんだ、和洋折衷っていう形なんですけど、結構ね、和の世界にの方が強いかなと。あまり和と洋とかそれほど自分の中ではそんなほど分けてないんで、まあ一般的に流れ作って飛び石作ってこうやれば和というようなイメージになっちゃうと思うんですけど、外国の方もこういう雰囲気で作りますからね。あんまり和とか洋とかそういうものはあんまり今はねこだわんないっつうか。まあやはりちょっと彫刻を入れたり、まあこれからお客様がここの中にいろいろ彫刻を置きたいっつう部分があるんで、置けるような雰囲気っつうか、既存の石とかそういうものをお客さんから要望あった石を入れたりしたので、ほとんど植物もここにあった植物が大部分なんですよ。
まあ、大きく変えたっていうのはゴルフ場との境をブロックを積んで、まあ、平にしたっていう感じですかね。ある程度ゴルフ場の径を借景として緑を利用するっていう形で、ゴルフ場の緑がこっちにとく、またちょうどゴルフ場が下になってますから開放感っていうかあるんで、その広々とした空間形では見せたいと思ってましたから、今できたばっかな、ずっとあれとしては満足してますけどね、はい。そうですね、だから家とこう対照的に見る庭じゃないんで、あくまで建物を背負いにしただけでこう見ますから、ただここに2階のベランダがあったんで、柱自体をちょっとどうしようかなっていうことが悩んだ結果、まあこういう柱にしてよかったかなとは思ってますけど、ちょっとプラスアルファしてパーゴラ風のちょっとアワンキュしたやつを出したり、あれ出したりして、ちょっと世界観も変わったかなと思ってるんですけど。あ、これね、これはもう今洋風のあちらの庭とつながりで全く同じですから、だからそのまま流れでずっと、もう車椅子でも可能なスロープで全部行けるような感じでなってます。まあ気に入った部分っていうのはもう、まあ、全体的にこう真正面で見るより斜めでこう多方面で見れて、この行き来することによってそれでも結構見る箇所は結構あっていいなとは思ってますけどね。まあここに立ったら全部見えないんで、角度を見ることによってこの長さが生きたかなっていう感じがしますね、はい。まあ何回もずっとこう通ってましたから、どこにポイントしてどこに何やっていうのはどうやって形にしていくかっていうのはもう日々ですね。それはそう多分さらとちょっとしつこいかなと思って、ちょっと玉にすると石の数が増えちゃって、なんかゴツゴツしちゃうかなっていうようなことで、ないですこれは。だからただ見るだけで、まあこっちに一つはいける、表に空間にちょっとでも狙えるっていう空間が欲しかったんで、うまく処理ができたかなとは思ってます。あんまりね、でもまあお客さんが満足してくれれば一番、それが一番なんで、はい。一応これで一応完成です。で、いつも本当に見ていただきまして本当にありがとうございます。これで終わります。ありがとうございました。